こんばんは、ジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。この動画を見るとあなたも必ずモテるようになりますので、今日の内容も楽しみにしていてください。概要欄から LINE のお友達を募集してます。こちら私から直接ご返事をさせていただいてますので、ぜひぜひお友達になってください。はい、では今日はですね、当てはまると一生独身、孤独になるひもてくんの特徴というお話をさせていただきたいと思います。ね、孤独にはなりたくないと思うんですよね。みんなモテて、素敵なパートナーを、あなたもね見つけていきたいと思ってますので、当てはまってるかどうか、確認してみてください。でもし当てはまっていたとしても、それは問題ないです。今日からそれをやめればいいだけです。なので、安心してねご覧になっていただければなと思います。はい、まず一つ目は、自分の正しさを通すことです。で、結構年が上がってくると、やっぱり生きてきた経験だったりとか、そういうのがあって、頭がよく頑固になるって言われると思うんですよね。年を取ると頑固になる。それは自分が生きてきた中で、これは絶対こうだとか、自分の正しさを通そうとすることになっちゃうんですよね。で、人の正しさって、自分の正しさは、あなたはそれ正しいと思います。ただ、相手の正しさがあるんですよ、ね、みんなあなたの意見が全て正しいわけではなくて、人間が100人いたら100人の正しさがあるわけですよね。だけど多くの人は自分が正しい、ね、自分の意見と違う人は間違ってるっていう風に通そうとするんですよ。それをやってしまうと女性は本当に嫌だって思うんですね。で、男性はやっぱり戦う動物ですので、ね、狩りに行く動物だからね。で、だから何か勝とうとしたりとか、正しいって言って言いまかしたいとかあるんですけど、女性は共有してね、共存共有していく生き物なので、戦いたいとは一つも思ってないわけですよ。そこで自分が正しいんだ、お前もそう思えみたいに言われてしまうと、何この人すごい威圧的、すごい嫌だって思われてしまうんですね。だからあなたの意見はもちろん正しいんだけれども、相手の意見も正しくて、ね、なので2つの意見を共存させるような形にしていてください。自分が正しいんだ、お前もそう思えっていうのはあまりにも傲慢で、嫌われてしまう一つになってしまいますので、気をつけてくださいね。そして2つ目は、できない前提で生きているってことです。どうせ自分なんてとか、どうせ自分はこの年だから、どうせ自分はこういう環境だから、こういう職業だからね、こういう収入だからっていう風に、もうダメだっていう前提で生きている人ってすごく多くて、そんなことないのにね、それ私は声を大にして言いたいわけですよ。何度も言うけど、あなたはこんなに学ぼうとしてるんだから、絶対モテ要素があるわけですよね。なのに、なんかどうせ俺なんてって思っちゃうと、どうせ俺なんてっていうのがね、願いが叶っちゃうんですよ。どうせ無理だろうなって思ったら大概無理なんですよね。なので前提がね、できないと思ってて、できることってほぼほぼなくてね、前提ができる、ね、自分は、素敵な彼女ができるんだっていう風な前提で生きたら全部通過点なんですよ。だけどできない前提で生きてると、全て全部できないような行動をとっていくんですよね、人間って。なのでできない前提で生きてしまっていると、一生孤独になってしまう可能性があるので、あなたは絶対大丈夫なので、できる前提で生きていってください。そして3つ目は、頭で考えて行動をしないです。で、もう生きていく、ね、私もそうですけど、生きていく過程が長いと、どうしても思考が働いてしまって、なかなか新しいことにチャレンジするっていうのが、すごく怖くなってしまったり、臆病になってしまったり、失敗したらどうしようとか、どうせダメなんじゃないかなとか、いろんな葛藤が生まれてしまう時ってあると思うんですけれども、でも、行動をしなければ、その先に結果はないわけですよね。家にじっとしてて、何もしないでボケーっとしてても、幸せにはなれないわけですよ。あなたが欲しい幸せ、ね、彼女を作る、パートナーを作る、いろんな、目標がね、願いがあると思うんですけれども、やっぱ願ってるだけではうまくいかないです。願って、それに伴う行動をしていく。でもさっきも言ったように、前提ができるだったら、それって失敗がなくて、で、
過程なんですよね。なので、まあ、前提をまずできるっていう風にして、頭で考えることもたまには必要ですけど、とにかくやってみないと、自分が何が、得意で、何がそうではないのか、得意ではないのかっていうのが分かりませんので、ぜひね、思考はもう散々したと思いますので、動くっていうことをやってみるといいと思います。はい、じゃあ3つおさらいしますね。まず1つ目。1つ目は、自分の正しさを通す人は孤独になる可能性があります。そして2つ目。2つ目は、できない前提でいると孤独で過ごす可能性があります。はい。そして3つ目。3つ目は、頭で考えて行動しないと一生孤独な可能性がありますので、ぜひ行動していってくださいね。はい。はい。ではですね、後から出ますけれども、メルマガから5つの動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。概要欄から LINE のお友達とメッセンジャーのお友達、そして無料のオンラインサロンのお友達を募集してます。LINE は私から直接返信もさせていただいてて、ゲリラライブね、オンラインサロンゲリラライブもやってますので、ぜひぜひお友達になってください。メルマガ、LINE、メッセンジャー、オンラインサロン、そして YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。はい。では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。